の放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜もゲストコーナーがやってまいりました、はい、今夜のお客様はメイクアップアーティストで株式会社ディーゴの主催でいらっしゃいます合田和人さんです。こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりですね。相変わらずお元気そうですよね、はい、まあ、一応元気で、はい、頑張っております、はい、ね、あの今夜だいぶいろんなところでね、はい、お仕事なさってからね、駆けつけてくださったんですけどね、はい、ありがとうございます。今日も夜景をこう見ながら、はい、こんないいとこで喋らせていただきまして感謝しております。髪の毛が今夜すごいこう綺麗ですよね。金髪で。本当ですか、最近あの綺麗なおばさんみたいに言われますけどねいやいや、ちょっと待って、性別変わってないみたいな褒めてんのみたいな。髪の毛 の、 あの手入れとかやっぱりなさいますかね。あ、もう結構これハイブリーチでグレーっぽくて今金髪っぽくなってるんですけど、はいはい、だから結構傷んでるんでね、結構します。今日なんかボサボサで、もうちょっと綺麗にしてくれればよかったですね。いやいや、でもそういうふうにハイブリーチっておっしゃいましたけど、普通そういうふうにすると髪の毛がすごいこう傷むだけじゃなくて抜けちゃったりするじゃないですか、そうですね。どうやってお手入れしてるんですか。最近はね、やっぱ昔のカラーリングと違って最近良くなってるんで、基本的に最初こう抜く作業があるんですけど、ブリーチっていうのも、それも薬も良くなってまして、その後に、まあ、ケラチンとかタンパク質でこう補修しながら、昔なんかね色とか決めれなかったじゃないですか、いろんな色、今若い人たちね、いろんな色してるでしょ、はいはい、そうだね、いいカラー剤も出て、補修しながらね色つけれるっていうのもあるんで、だから今いろんな色の人がね、東京すごいいますよね。そうですね、特に声優さんとかもすごいいますもんね。そうですね、そう、あれ豆に手入れしてるんですよまあそうじゃないとね、はい、大変ですからね、はい、で、じゃ あの昔よくお薬は良くなったし、少しは安心してもいいけど、やっぱり手入れは必要なんですね。あ、手入れは必要ですね、はい、であの過度なことはやりすぎるとやっぱり、はい、良くないですからね。毛がなくなっちゃう、そうそう、毛がなくなると止めれないからね、今毛が、ね、なくならないいい薬もありますけどね確かにまあだからいろいろ進歩してそうです、ね、安全安心に、健康に気をつけてやればいいんじゃないかなと思いますけどね。で、いや、あの最近のじゃあ流行りのね、はい、あのメイクっていうか、これからまあだんだん暖かくなっていきますけどね、はい、そうですね、ちょっといいファンデーションとか、あとメイク方法とか教えていただけたら。今ね、やっぱ特にコロナが明けてですね、こうメイク需要すごく増えてるんですよ。ですよね、はい、で前はアイメイクだけやってたりとか、どうせね口元映んないでしょって、あ、じゃあ見えないからってやってきた人が今になって焦ってるんですよ。ああ、もう下の方までやらなきゃいけない、どうしよう、ね、だからここ気を抜いた口元、はい、これは今その3年間で垂れてるし、ね、昔もうちょっと口角上がってたと思ってるんですけど、はいはいはい、そこが取れてきてるんでね、あ、取れないとかじゃなくて、もう今綺麗にするっていう需要が高まり、やっぱりね、あの僕も注目してるのは今 K-POP 流行ってますから、はい、まあ、やっぱドラマもいっぱい見たじゃないですか、ネットフリックスとかいろいろだからね、やっぱああいう風に綺麗になりたいという方多くなってますんで、ナチュラルビューティー、あ、なるほど、はいはいはい、あとは笑顔に見えるようなね、やり方っていうのが、まあ、物はいっぱいね、またいいものね、3年間寝かしてきたんで、どんないいものがあるんでしょうかね。そう、あれ聞きたいですよね。聞きたいです。どうせかって言いますとね、はい、
結構いいものが日本から撤退してなくなってしまって、琴姫が何十年も使っていたメーカーとかもいなくなってしまって、あ確かに、そうするとどこの何を使おうかと思うじゃないですか、はい、でこれでいいかなと思ったら違ってたりして、もうすごい損してますからね。あ、これは両極で、まあ、セキララの話、あの化粧品というのとケアというので、まあ、結構今医療系も発達してきたので、はい、僕らはやっぱそうタレントさんとかには両方勧めますね、はい、あのケアもしながらですけど、まあコラーゲンとかそういう注入とかも、あのそんな整形じゃなくてね、あの肌の表皮にいいもので、さっきレーザーとか機械もいいものが出てきて、はい、昔みたいに怖くないんですよ。脱毛とかもするでしょみんな。あそうですよね、そう男性がこの頃ね、今ね最近はね、はい、特にほらマスク取ったらさ、そうですね、もさーっとツルツルにしたいみたいな、まあ、だけどそういうこともあってめっちゃ出てますね。注目素材いっぱいあるんですけど難しすぎて、やっぱ琴姫さんには後からゆっくりこっそり教えて、はいはい、いっぱいお教えするんですけど。いやでも困りましたよね。じゃあまだ残ってるメーカーのアイコンだったものとかもないんですよね。あそうですね、やっぱり外資さんは、結構撤退された会社さんが多いですね。いや会社ごといなくなったら文句言えないけど、まだいるのにアイコンも置いてないみたいな。あそうです、ね、失礼だと思いません。そう実はね百貨店ブランドも僕アドバイザーやってたんで、それこそなかなかやっぱ需要がなくて、タッチアップもできないから、もう全くね、あそうですよね、やっぱ売れない、特に色物はね、はい、スキンケアものは結構ね、あったりもするんです。そういった事情も確かにね、はい、さっきなんかちょっと K-POP っておっしゃってましたけど、はい、今度はなんかやりそうな。あ K-POP もうちヘアメイク事務所もありますので、K-POP のアーティストさんたちが日本に来られた時に、そういう K-POP の、アーティストさんのサポートも結構すると思うんで、うちのスタッフたち何人か送り込んで、ツアーのメイクアップとか、それと別になんか一般の方にも教えられるようになればいいなって言って、今そういうはい、企画もあるので、またご報告できる、とても多分ね皆さん需要があると思うんでね。ありますよ、はい、ね、次来た時にはこんないいサービスしてるよ調べてって言って、多分ねすごいいいと思います。そうなんですね、はい、今株式会社 D5 さんは何人ぐらいスタッフさんいらっしゃるんですか。スタッフ登録上うちメイクさん自体は30人ぐらいいます。大変ですね、まあ、テレビや雑誌やね、いろんな、まあ、テレビでアイドル作るとか、女優さん作るとか、まあ、あと雑誌とか、まあ、いろんなことやってますみんな。大田さん大変だわ、ね、毎月稼がないといけないわ。いやそうなんですよね30人って大変ですよ。そうですよね、毎月ですよ、ね、そうだからまあ本当にどんどんねアーティストさんとかと一緒で、売れる人はどんどん押してあげて、やっぱり教育もして、ね、でこれからコロナ明けて、今ね生活水準も上げていかなくちゃいけないんで、そうですよね、そうだからみんなで頑張っていろいろ企画しております。ね、合田さんのこの素晴らしいその美の知識をですね、今のところ割と業界内じゃないですか、はい、だけど一般の方にもちょっとお裾分けしていただけたらなって思いますよね。そうですね、ええ、まあ、いいものシリーズ分かりやすくポンポンポンとね、ええ、次来る時にお土産も持ってきましょうかね。お願いします、はい、ね、はい、今夜はねあちらこちらでお仕事なさっていらしたんで、はい、今夜お土産ないのよね。今日ね、だったりして、出しますか。じゃあお土産出してもらう前に音楽いきましょうかね。
ミュージックタイムの間にねすごいものをね合田和人さんが、はい、今話題の NMN でございますけど、合田さんのところのは NMN プラス5、これなんですか？5アラーですね。あの、うん、MNN とか5アラーっていうのは、うん、それこそ今アンチエイジングサプリメントって言って、うんうんうん、あのかなり話題になってるんですね、はいはいはい、で大学とかの研究機関とか、はいはいはい、あの世界中で今あの研究開発してるとこ多くて、うんうんうん、私は実証試験結構もう OK 出てるとこ多いんですけど、うん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 、それに今はこれには乳酸菌、はいはいはい、乳酸菌3000億とか入ってまして、うんうん、あとシビノールっていうのは、殺菌作用、はあはあはあ、でなんとですよ、はい、これは通販番組みたいになるんですけどいいですか？いやでもすごい貴重な情報だと思います。そう、うん、だってこれ一粒飲むけど、はいはい、あの食事取るのが一番いいんですけど、うんうんうん、アボカド1600とか、うん、そんな食べれないですよ。あとトマトとかあの何百個とかね食べれないですよ、うん、であのキャベツ3000個とか死んじゃう。ワイン37本とかねもうベロベロになっちゃうじゃないですか。そうですね。でもこういう栄養素の、はい、補助みたいな、はいはいはい、だからこれはあのそういいものだけ集めたんで、まあうん、まあまあするんですけど、けどあの僕も飲んでます本当に。あのこの NMN って、3年ぐらい前からすごい話題に載ってますよね。そうですそうです。で、いろんなところでいろんなの出してますけど、これを合田さんのところの会社で売ってらっしゃるけども在庫がないと、はい、もう結構もううちは売れちゃって、うん、社長がみんな飲んじゃったんじゃないの？そうそうそうもう浴びるようにねいやでもこれすごいいいし、あの NMN っていうのは、ニコチンアミドモノクレオチドっていうんですよね。はい、そうですそうです。これはあの何で作ってるんですか？あ、これはあれですね、発酵物質で作ってて、うーん、はい、でそれだけだとちょっとね、漬物みたいですけど、ね、そこの抽出したものを使って、うんうん、あと、まあ、細胞自体を活性化させる、はい、というもので、だけどこれだけ飲んでればいいってことではなくて、そうですよね、ちゃんと運動するとかね、うんうん、日光当たるとか、そうです、うん、もう本当にこう全部のバランスなんですよ。そうですよね、はい、基礎的なものがあってこそっていうね、やっぱりそれが一番大事だと思いますし、ね、で、この NMN のこととはまた別に、はい、もう一つなんかすごいことやってるんじゃないですか？アセトアルデヒドの分解飲料あら、それまた内緒の話を先にもまあでもこれはあの実はお酒飲むと第一次分解で肝臓通って、あのみんな脱水になって二日酔いになる場合なんですね。で僕も10年ぐらいから持ってる原料であって、うんうんうん、でそれで僕おかげであんまり二日酔いになってないんですけど、うんうんうん、でもこのやっぱり製品化するためにはすごい年月がかかって、はい、今ようやくそれを充填して、うんうん、今度テスター販売できる時が来ると思うんで、あのまずその際にはちょっと一回、はい、いや、もう試していただいて、お酒めちゃくちゃ飲むのでありがたいですねあの本当にそれもまあ、今からコロナが明けて、そうです、ね、人と人が交流するじゃないですか、うん、でもねちょっと飲みすぎたりとか、はいはい、やっぱりそういう時に次の日も頑張るために、うん、ちょっと助けになればいいなと思って、うん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 、やっぱり世の中のこの企業の人とかね、はい、働く人をまず中心に、うんうん、なんか応援できたらなと思って、うんうん、もう発売をしようとしてます、ね、いや楽しみですね、はい、じゃあその今のアセトアルデヒドの分解飲料も、それから先ほどのお話の NMN プラス5、これはアラー、はい、5アラーですね、5アラーも社長自ら飲んで、合田さんずっと変わりませんものね、やっぱり。いや、ありがたいことに頑張ってますねねえ、いろいろやってますね、健康も、健康なこともね、でも本当にみんな多分ね絶対欲しいと思います。いや欲しいですよ、 ですよ、うんねえ、これは多分びっくりします。この NMN っていうのはもともとその自分の人間の体の中にある成分だそうで、うん、そうですね、さすがよくご存知、飲んでるだけありますよね飲む前にやっぱちょっと調べましたもん、まあ、そうですよね、はい、うん、あの今ちょっとだんだんと一般にこう知れ渡ってきてますけどね、はい、もっとなんか勉強して、はい、ね、ぜひいいものはどんどん僕も
お教えできると思いますので、うん、いやでも郷田さんすごい本当に、はい、本当に、ねえ、なんか今日メイクアップよりかもなんていうか通販みたいな、いやいやいや通販するつもりはないんですけどなんか、ね、通販っぽく聞かれるとねちゃんと分かりやすくしゃべる、いやでもこの今の NMN プラス5アラってもう商品ないとおっしゃったんですけど、うん、もし宣伝したらすごいでしょうねきっとね、はい、お値段もそんな高くないですしね、はい、うん、でもこれだけ琴姫さんが知ってるってこと自体が嬉しいですよね、うん、そうですね、あら、うん、どうしようかしら、ありがとう、うん、でもこれ今夜私いただいて帰りますこれが本当にいいと思います、うん、はい、そうなんですね、はい、毎朝ぐらいで飲んでください、わかりました、ありがとうございます、はい、なんかすごいお話ししているうちにもうお別れの時間が来ちゃったんですけどね、はい、じゃあちょっと音楽聴きながらね、はい、郷田さんとお別れしたいと思いますけど、今夜はですね、メイクアップアーティストでいらして株式会社ディーゴの主催郷田和人さんにお越しいただきましてね、はい、なんとメイクアップのお話よりも体にいいサプリメントのお話となりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ふっくら琴姫チャンネル。